バルミエラ FC は、ラトビアのバルミエラをホームタウンとする、サッカークラブである。1996年に、バルミエラス FK として創設。1、リーガで2位の成績を残し、1997年から2003年まで、ビルスリーガに所属した。2015年に1、リーガで、カランバ、ディナモに次ぐ2位になり、ビルスリーガで7位のメッタ・ルートの入れ替え戦に出場したが、 1>, 1から3、2から6で破れた。2016年1月にビルスリーガのスコントにライセンスが付与されないことが発表されたが、バルミエラグラス FK、BSS がビルスリーガのライセンス申請を辞退したため、代わりに RFS にライセンスが付与され、ビルスリーガに昇格した。2016年、バルミエラス FK は、ガラス製品メーカーのボルミエラス,スティクルシュカイエドラと、 ビドゼメ応用科学大学がスポンサーを務めるバスケットボールクラブのビデジムズ・オーグストスコラ、バルミエラ・グラスとが合併。SO ・バルミエラ・グラス、ビデジムズ・オーグストスコラ、別名バルミエラ・グラス・ビアが誕生した。2017年に1、リーガで優勝して2003年以来となるビルス・リーガーに昇格した。2019年にビルス・リーガで優勝した、リガ FC 2、2位の RFS。 3位の FK、ベンツピルスに次ぐ4位になり UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2020年2月、クラブ名をバルミエラグラスビアからバルミエラ FC に改名した。ありがとうございます。